日本鹿児島県鹿児島市天保山町。天保山町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧鹿児島郡西部田村大麻部の一部。郵便番号は890-0061。人口は2098人。世帯数は1056世帯。天保山町の全域で、住居表示を実施している。江戸時代の天保年間に交付側の、 春節土砂によって埋め立てられ造成された土地である。1863年に、鹿児島湾において、薩摩藩とグレートブリテン及びアイルランド、連合王国との間で勃発した、撮影戦争は、薩摩藩が、天保山に設置した砲台から、イギリス艦隊に対して、砲撃を行ったのをきっかけに戦闘が開始された。鹿児島市中部、甲月川川口部に位置し、 東側は、鹿児島湾に面している。町域の北方は、甲月川を境として、近光町、南方は四次郎、西方は、国道225号を境として、下新たに接している。町域の北西端には、鹿児島市消防局中央消防署や鹿児島市産業政策課分庁舎が設置されている。百三十五年から二千六年までは、 町域内には NHK 鹿児島放送局の局舎があったが2006年に本港新町に移転した。天保山という地名は天保年間に高月川をさらいその砂を上げた地であることに由来している。当時の新聞による撮影戦争の戦況図。図左下のバッテリーポイントは天保三砲台のことを指す。天保山は名前の通り 天保年間に、天保の改革の一環として甲月川の春節土砂によって埋め立てられ造成された土地である。後に、島津成沖によって、洋式砲術長連場が天保山に設置され、砲台や防弾火薬庫が整備され後に、島津成明によって改修された。1862年9月14日、武蔵国吉樹郡生麦村において、薩摩藩の国府、 島津久光の行列に来入した牙のイギリス人を、薩摩藩士が、無礼打ちした事件に橋を発して、1863年7月2日、薩摩藩に対して交渉を行うため、鹿児島湾に7隻のイギリスの艦隊が派遣された。イギリス側が、薩摩の帰船3隻を略奪したことに激発した、薩摩藩は、天保山に設置されていた11門の砲台から、 イギリスの艦隊に対して砲撃を行った。これがきっかけとなり、薩摩藩とグレートブリテン及びアイルランド、連合王国との間で撮影戦争と呼ばれる戦闘が始まった。明治時代初期には、天保さんは鹿児島軍鹿児島近在竹村及び新田村の飛び地となっており、1889年の 町村政志向によって、鹿児島郡西部田村大麻部の一部となった。鹿児島市が編纂した、鹿児島の老い立ちによれば、天保山について、以下の通り記述している。当時の天保山は、急下げ場とも言われ、堀で切り離され、西側半分は、古田浜等の沿田であった。天保山一帯や、現在の港南中学校付近一帯は、 市の区域に挟まれながら、当時西部田村の飛び地であった、鹿児島の老い立ち1904年と1908年に、天保さんは大日本帝国陸軍の演習地に、編入され、その後大蔵省の所管となった。1911年9月30日に、鹿児島軍西部田村の大麻部のうち、飛び地となっていた、天保さんの区域を、鹿児島市に編入し、 下荒田町に属することとなった。かつて、天保山町に設置されていた NHK 鹿児島放送局。現在は、本港新町に移転している。1934年2月に、下荒田町に属していた、天保山の区域が分割され、鹿児島市の町、天保山町として設置された。ただし、町として設置された時期については、 角川日本地名大辞典においては、1911年に、天保山の区域が、鹿児島市に編入された際に、天保山町が設置されたと記述されている。1934年に失業救済事業として、行われていた鹿児島湾の天保山護岸工事が2年の月日を費やして完成した。1935年には日本放送協会の、 鹿児島放送局の局舎が天保山に設置されることが決定し、局舎の建設に着手、同年10月26日にラジオ放送を開始した。また同年までに天保山にあった地表が埋め立てられた。1935年には須崎町との間に天保山橋が開通し、1967年には天保山大橋が開通した。 1973年12月3日には、天保山町、鴨池町、下新田町の各一部にあたる下、新田、天保山地区において、住居表示が実施されるのに伴い町域の再編が行われた。下新田町、天保山町、上新田町の各一部より、下新田一丁目、下新田町、天保山町の各一部より、 下新田二丁目が設置され、下新田町の一部が、天保山町に編入された。また同時に、天保山町の全域で、住居表示が実施された。第二次世界大戦終戦後から、戦災復興地区として、土地区画整理事業が、天保山地区で行われていたが、1981年までに、完了した。1984年には、 鹿児島市消防局中央消防署が、天保山町に庁舎を、新築移転した。2006年には、1935年の開局以来、天保山に設置されていた日本放送協会、鹿児島放送局が、本港新町に新築移転した。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。 鹿児島市消防局中央、消防署私立小中学校の学区は以下の通りである。ありがとうございます。